するでないぞ。大丈夫、油断してる余裕なんてないよ。死ね。何今なんて言ったの。貴様を焦らがして蹴飛ばしてやるよ。死がないにも程がある。私があのデカブツを抑えているから、お前はザクを頼む。回しき娘はされ、お前が魔物を呼んだんだろう。呪われてるんだ。お前がいる限り、この村に平和など来ない。ひどい言われようだな。おぞましい姿の魔物付きめ。お前など、人間じゃない。夜の化け物、さっさと捨てて行け。何言ってるんだ。カイネはみんなのために。うるさい。お待たせ。村のみんなはどうしてあんなひどいこと。いいんだ、全て事実だから。奴が掴んでいるものは何だ。あそこから魔物を排出しておるようだ。あのタンクから壊そう。逃げてばかりだ。カイネ、僕が追い詰めるから、カイネはあっちで待ち伏せして。わかった。無理はするな。でない、追撃するのだ。これでカイネと挟み撃ちできる。Thank you.
我らも行くぞ。うん。私はせぬぞ。カイネがいてくれると心強いよ。政治は嫌いだ。おもだわれはごめんだぞ。全力で頑張るよ。久しぶりだね。カイネに会えておばあちゃんは嬉しいよ。おばあちゃん、どうだいカイネ、おばあちゃんのとこに来ないかい。誰にも頼れず、どこにも属せず、ずっとずっと一人でつらい仕打ちと怒号の中生きてたって仕方ないだろう。ねえカイネ。それだけか。話はそれだけか。何言ってるんだいかいね、おばあちゃんは。話が終わったんなら、その臭い口でもう二度と喋れないように粉々に刻んでやるって言ってんだ、この野郎。おばあちゃんは絶対に言わない。生きていたって仕方ないなんて、死んだって言わない。だから私をどれほど死にたくても、おばあちゃんの仇を討つまではずっとこの醜い体を晒して生きてきた。その時間がどれほど長く耐え難いものだったか、お前にわかるか。はあ、猫を噛むというやつか。あの攻撃は危ないよ。今だ。分かった。あやつ、あのまま死ぬつもりだ。今のあやつにとっては死が最も安らげる場所なのかもしれぬ。シロが決めちゃダメだ。ん？死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。どんな状況でも、どんな状態でも、人には生きる価値があるんだ。誰にだって明日が必要なはずだ。カイネにだって、ヨナにだって。その熱弁は本人に振るってやれ。
おばあちゃん、もういいよね。疲れちゃった。カイネ、こっちだよ。諦めちゃダメだよ。生きるんだよ。絶対に諦めちゃダメだ。まったく、手間にかかる女だ。捕まえた。死んじゃダメだ、カイネ。生きる。何のために。それは。私の復讐はもう終わったんだ。